はい、皆さんこんにちは、サーバーアクセス宮沢です。今回もソリューションアーキテクトアソシエイトのサンプル問題解いていきたいと思います。今回は4問目いきたいと思います。では問題文読んでいきます。企業は複数のアベイラビリティゾーン全体にわたる VPC で公開されている3層のウェブアプリケーションを実行します。プライベートサブネットで実行されているアプリケーション層の EC2 インスタンスではインターネットからソフトウェアのパッチをダウンロードする必要があります。ただインターネットから直接インスタンスにアクセスすることはできません。インスタンスが必要なパッチをダウンロードできるようにするために実行すべきアクションはどれですか。2つ選択してください。この中から2つ選びます。 A がパブリックサブネットで NAT ゲートウェイ構成する、B がインターネットトラフィック用の NAT ゲートウェイのルートがあるカスタムルートテーブルを設定し、それをアプリケーション層のプライベートサブネットに関連付ける、 C がエラスティック IP アドレスをアプリケーションインスタンスに割り当てる、 D がインターネットトラフィック用のインターネットゲートウェイがあるカスタムルートテーブルを定義し、それをアプリケーション層のプライベートサブネットに定義する、 E がプライベートサブネットで NAT インスタンスを設定する。こんなから2つになっています。これ多分 ABCD が多分セットになっていて E だけちょっと違うかなっていう気はします。まあ E も間違いではないんですけれども、まずちょっと問題文を一旦さておき、 EC2 をパブリックに公開する場合、今回の問題と関係なくですね、はエラスティック IP をつけます。エラスティック IP つけて、さらにインターネットトラフィックが外に出れるようにインターネットゲートウェイがあるカスタムルートテーブルを定義して、アプリケーション層のプライベートサブネットに関連できる、まあこれもパブリックサブネットになっちゃうんですよね。これつけちゃったら実際はインターネットゲートウェイがもう紐づいちゃうので、なんかそうなっちゃうのかなと思いますが、まずここの中で一つだけ違和感があるのは E なんですけど、 E はプライベートサブネットで NAT インスタンスを設定する感じなんですけど、まずプライベートサブネットから NAT インスタンスを立てても出れないんですよね。なのでこいつを置く場所が、仮にこれがパブリックサブネットだったら全然ありだったかなと思います。で、NAT インスタンスを設定するときとかは、ちょっと設定の名前を思い出せないんですけど、デフォルトで EC2 立てても NAT にならないので、そこの設定が必要になったと思います。まあ今だったら NAT ゲートウェイっていうのがあるので、もうほぼこれ使わないと思います。なので、まずここは違うかなと思います。で、インターネットトラフィック用のインターネットゲートウェイがあるカスタムルートテーブルを定義して、プライベートサブネットに設定するってやっても意味なさそうな気がします。で、C がエラスティック IP をつけちゃうと、直接インターネットで公開されてしまうので、今回問題の要件としては、インスタンスは公開したくないっていうことなので、いわゆるこう NAT で出てければいいわけですよね。なので、なんか違いそうだなと。ってなると、要はまあ NAT するんですけど、パブリックサブネットで NAT ゲートウェイ置きます。で、NAT ゲートウェイがあるカスタムルートテーブルを定義して、それをプライベートサブネットに割り当てるってすれば、プライベートサブネットのインスタンスは NAT ゲートウェイを経由してインターネットに出れるようになるはずなので、多分 AB のセットが回答かなというふうに見えました。なので AB かなと思います。ではそのまま答えを見ていきたいと思います。はい、答えは AB でした。よかったです。はい、 NAT ゲートウェイはプライベートサブネット内のインスタンスからインターネットまたは他の AWS サービスをトラフィックに転送し、その応答をインスタンスに送り返します。 NAT ゲートウェイが作成された後、プライベートサブネットのルートテーブルを更新してインターネットトラフィックを NAT ゲートウェイに向ける必要があります。要は NAT ゲートウェイは NAT して出てくれるんですけど、置いただけだと効果発動しないっていう感じなので、置いてあげてちゃんとそのルートテーブルを適切に更新して、ちゃんとネットワークのルーティングをしてあげる必要があります。ちょっと NAT ゲートウェイのリンクを踏んでちょっと見ましょうか。はい、といったところで NAT ゲートウェイのページに来ましたが、まあ NAT ゲートウェイはそのままの通りでネットワークアドレス変換をしてくれるものですね。要はローカル IP からグローバル IP に出ていくための変換をしてくれるものになっています。こいつを置くことによってパブリックのところに置いて、こいつに経由して出ていけるようになりますよという感じですね。今までこれが出る前まで、まあ、それこそ私が若い頃って言っても本当5年ぐらい前かな、はこんなものはなくてですね、 EC2 インスタンスで NAT インスタンスというのがあって、そいつを使ってやっていました。ちょっとリンクがあるの後で見ましょうか。今はこの NAT ゲートウェイをデプロイすれば、時間課金とデータの容量によって課金がされるような仕組みですね、になっています。ちょっと注意しなきゃいけないのが、こいつアベイラビリティゾーンに紐付けて設定されるはずなので、もし冗長化する場合とかは2台立てておいて、何かあった時とかにルートテーブルを書き換えるみたいなことをしてあげればいいのかなという気がしますね。ただまあ両方に置いちゃうとまあまあお金かかっちゃうんで、何かあった時とかにもう一個の方に NAT ゲートウェイを作り直して、そっちでルートテーブルも一緒に書き換えるってやっちゃった方がいいような気もしますね。コストとそこはトレードオフになるんで、そこはまあ一概にどっちがいいとは言えないかなと思います。で、まあ NAT ゲートウェイつけたりとかできますよってことがあります。こんな感じですね。 EC2 インスタンスは NAT ゲートウェイを経由していくみたいな感じなのかな。ちょっと NAT インスタンスの感じですね。で、 NAT AMI はもう
提供されてないんですね。試験には多分出ると思うんですけど、納豆はもう提供が終わっていました。私これ知らなかったです。で、まあ、基本的に使わない方がいいんですけども、ちょっと古の知識としてご紹介しますが、基本的に納豆ゲートウェイと同じでインスタンスを立てて、そいつに対してプライベートサブネットのそのインターネットの向き先を納豆ゲートウェイの ENI に向けてあげるっていうにすると、納豆ゲートウェイに近い動きをしてくれています。ナットインスタンスは終わっているので、ナットゲートウェイにするか Amazon Linux で自分たちでナットの設定をすることを推奨しているという形になっています。ナットインスタンスセットアップの方法があって、ここにやれば一応ナットインスタンス作れますよという感じですね。これですね、送信元送信先チェックっていうのがデフォルトで有効になってるんで、こいつを無効にしないとトラフィックの送受信ができなくなりますので、万が一 EC2 でナットする場合はこいつを設定してください。で、あとはルートテーブルを設定変更しておけばいいという形になりますので、やってくださいと。まあ、一応 EC2 でも確認することができます。あと NAT ゲートウェイと NAT インスタンスの比較がありますね。まあ、基本的に NAT ゲートウェイでいいかなという気はしますが、どういった時に使うのかが結構悩ましいところかなと思いますね。強いてあげるなら、 VPC 上のローカル IP のアドレスを NAT 固定したい場合に NAT インスタンスを使うっていうのはありかなという気がしますね。 NAT ゲートウェイの場合は、このサブネットに構築するよってなった場合のどっかの IP アドレスが自動的に取られてしまうっていうのがあるので、そこがまあ注意が必要かなというところですね。 EIP は NAT ゲートウェイ指定できるので、ここは固定できますよと。で、まあ、NAT インスタンスもパブリック IP というかエラスティック IP つければ固定はできるので、まあ、そんなに大きいっていうか、今だと NAT ゲートウェイを選ぶ方の方がメリットが大きいかなという気がしました。はい、といったところで、今回は4問目で NAT に関する問題を解いていきました。意外とこういう、あ、NAT インスタンスってあったんだみたいなところとかも結構調べないと出てこなかったりとかするので、ぜひ皆さんチェックしてもらえればと思います。といったところで、今回は以上にしたいと思います。最後までご視聴いただいてありがとうございました。